京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。ピッチャーアンドリュー、3番バッター太田、フォアボールのランナーをきっちり得点圏に送っています。バントで進めたランナーですから、なんとか返したいですよね。さあバファローズ同点のチャンスを迎えています。初球打った、これは大きな打球、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ同点、5対5、試合を振り出しに戻しました。さあそしてバッターボックスには吉田が入っています。勝負どころでいいバッターに回ってきましたね。さあチャンスが続きます。ここで勝ち越してぐっと勝利を引き寄せたいですね。なるほど、そうですよね。ライトへ持っていった、面白いところに飛んでいる、ワンバウンドヒットになった、勝ち越しのランナーが三塁を回った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、バファローズ勝ち越しました。6対5になりました。なおもチャンスが続きます。オリックスバファローズが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。